はい、ということで天才の入部届を持ち込んで強化暁やっていきたいと思います。でデッキの方は前回 PSR プラゴになった、暁守ると PSR プラゴの虹谷をお借りして、彼女枠はルナちゃんですね。でルナちゃんのいいところは、まあ、お守りを持ち込まなくてもいいので招き猫と天才の入部届で来ています。で今回の編成の懸念点としては、まず、まあ、守くんがねそもそもマインドブレーカー不確定なのと、後イベがね4なんですよ。前に後4できてるんで、このね後イベの人たちが消化できるかっていうところがちょっと怖いですね。でナルミを連れてきてるのは、まあ、本当にねナルミの45は強いですね。練習効果アップ20がマジで強いんで、連れてきてます。あと金徳もね優秀なミスターゼロなんで、まあ、そこら辺の査定上げといったところですかね。で立川については、まあ、野手の追求で風薙がねまだプラ3なんで、ちょっと技術も、不安かなというところはありますけれども、まあ、これでやっていきましょう。打倒もねもうやってみないとわからないっていうのがあるんで、これどうしようか。ルナちゃんが来てもなあれだしな、確実にちょっと守るくん、まあ、リリースが来たとしてもそれはしょうがない。練習よし、追求する前はね本当に練習の方が経験点になるんで、一応見る。守るくんかどうする、やろうかね。待てよ、ちょっともういいや、追求しよう、追求できる時にやろう。すげえ117も筋力もらえんだ。でタイピンですね。まあ、結局ね引き伸ばしに引き伸ばしたとしてもね打倒できないで終わるっていうのがありますからね。最終的なことを考えると、まあ、ワンチャン狙ってっていうのもねありっちゃありなんですけど、失敗するとねもう確実になんていうの、そんなに経験点が伸びないんで。よし低めも掴んだ。ここは余剰、やっぱ余剰とね二宮は倒しておきたい早めに。勝薙くんもねプラゴにしたい。あと俺はねやっぱり勝薙がいるか、西谷のあれも美味しいんだけどな。なるみのね PSR をねプラゴにしたいんですよね。まあ、これはね常設キャラじゃないんでもうほぼほぼ無理なんですけど、一応 PSR プラ1と今使っている SR のプラゴがあるんで、まあ、次にねガチャが来た時にはちょっとなるみくん頑張って解放していこうと思います。怪我しにくさか。ここは立川クリスマスで怪我しにくさ取って掴んじゃう。お、来たー、お、センス丸来たセンス丸来たけど最終的にどうなるかがわからない。虹谷掴みたいな。いや待てよどうするよこれ。守るくんか、風薙か、いや急速だな、急速骨の可能性もあるんで。リリース潰してない、よし急速。これはもうやっぱり怒りは速攻で倒しちゃうね。もうそれはしょうがない。しっかり倒すとね全員の打倒ポイント上がるのがねちょっときついよね。誰、またこの2人か。もういかに倒せんな。ただルナちゃんが来る可能性があるので、ここはリリースは掴んでおきましょう。安全に追求するか。よし急速コツ、これで急速をやっぱり中心に上げていきたいね。どうしよっか、まあ、モテモテになる必要は全くないからね。体力の減らない真ん中でいきましょう。うまくいけばムード丸だけど、え、イカリくんイカれてんなイカレくんだな。いややろ、まあ、二宮も減らしたし、だいぶ野手の追求ポイントも減ってきてるし、てかルナちゃん評価が低そうだな。ありがとうございます。ここでなんか怪我しにくさもまた手に入る可能性があるよね。これは受けない、体力を回復していきます。で一応まあ練習は見る。虹谷か、虹谷はやりたい。ちょっと待って、ルナちゃんも乗っけときたいんだけどな。だってもう10月になるもんね。いやでもコツはやっぱり美味しいよな。
練習35 35。ちょっと打倒とルナちゃんの評価が怖いけど、まあ、打倒はもうだいぶ減らせるか、4減るからな。でニジータにはまあ別に普通に追求でいいでしょう。97 97とかいかれてるよな本当に。よし、ポンコツもつかめたと。でショートにして、そう、敏捷ポイントがね欲しかったんですよね、風投げ入れたの後。ここはちょっとそうだね、風投げのコツがあるけど、ルナちゃんとかの評価も上げつつ、余剰の打倒ポイントもそろそろ下げにかからないといけないんで、うん、まあしょうがない。余剰だね。ルナちゃんどうだ、1回練習しただけで一応届くのか。よし、余剰倒せるところまで持ってこう。行こう。なんか怒り家の温泉には行けなかったね。オッケーオッケーオッケー、とにかく告白は来てくれた。ただこのままだとねお正月が過ごせないんで、多少気にしていかないとまだいけないですね。さすがに死んでしまう、さすがに死んでしまうので一回休もう。休息、ここで来てしまったか、上げとけばよかった。まあいいや、立川で余剰が倒せる。スタミナのレベルが上がっていくね。そうだね、余剰やっぱり倒すか、倒そう。で立川を追求して、よし、対強打者。一応タックは見ておきましょう。 2% か。つくもやしま、悪くはないメンツだな。まあ一応球速はもう5になってるか、600万のもう技術が全然足りん。球速って144とかでいいんだっけ。とりあえずは一回追求しよう。打たれ強さで、コツは守君、二宮だね。どうしようかな、二宮を一回減らしておくか。ここでも3人減らせられるのか。ちょっとルナちゃん、そうね、ルナちゃん気にしよう。3人の打倒ポイント減らしつつ、ルナちゃんの評価を上げる。これは構わないだな、調子安定。怒りの評価は下がって全然問題なしと。誰も、一ノ瀬が倒せんのか。一ノ瀬も取っときたいといえば取っときたい。三本松五十嵐、変化球、八島もな、邪魔といえば邪魔なんだよな。風投げで技術を稼ぐか、2人を減らしておくか。八島だな、八島はちょっと今回いらない。風投げがいるからある程度の敏捷ポイントは手に入るんだけど、それでも走者釘付けはきついからね。これで、効かない。伸びとで、伸びは4になったら掴んじゃいましょうと。ここで2人減らしておくか、まあ、1桁台だったらなんとかなるでしょう。 OK、 これは死んじゃうよね、どう考えても死んじゃうよね。メンタルに人もいないんで、どうしようか。また寝ちゃう、結局寝て12月の3週練習してっていう流れ。ちなみに144の次っていくつ。152とか。技術が足りない。デート1回消化しておいたとしてもな。まあいいや、1回消化しておこう。回復できるポイントまで持っていきましょう。もうセンス丸は必要ないからね。かといって調子安定も取ったからね。体力は減らされちゃうんだよな。いや、経験点に走ろう。
うん、まあ、42、42、80くらい入るからね。でメンタルに誰もいない。マジで誰もいない。回復はもったいねえな。まあ、でもメンタルやるしかないよね。ここでね、誰かなんか打倒ポイント減らせられればだいぶ楽だったんだけど、まあ、これは励ましておきましょう。体力が減ってくれるのは全然 OK で、ここは走ろう。雪だるまを作ってくれ。怪我しにくさ。デルナちゃんも体力の回復は申し分ないんで全開で、怪我しにくさってどのくらいなの4だと。うん、まあ、筋力いっぱいあるしね、取っちゃおう。さて変化球、3本松が射程内に入ったね。なるみか。なるみはな、コツが、まあ、微妙といえば微妙なんだけど、まず絶対押さえておくのは勝ち運ですね。対強打者もちょっと今見えたから忘れないうちに掴んでおこう。で打球反応はもし成美くんが、成美くん牽制か、打球反応じゃなくて、牽制敏捷ポイント使うからね。どうする、まあ、構わないで回復しとくか、まあ、最悪ここで回復できる可能性があるんだけど、うん、中吉、まあ、悪くない悪くない、全然いいよ。で鳴海はまああんまり追求する必要はないんで、1の生が倒せる、二宮を射程内に抑えておくか。そうすると3本松7位だね。そうだね、二宮を射程に抑えて、ちょ待ってこれ、俺変化球覚えてなくね、忘れた、久々にやってしまったな。いや変化球、男には変化球なんて必要ない。よしよしよし、10球だからね。怖い、マジで怖い。打たれなければどうということはない。超優しい千歳、お願いします、このまま微動だにしないでほしい。動いてきたな、おう。あぶね、あと1球乗り切った。もういいよいいよ、ここはもう合格点。やっぱね、やらかすよねどっかで。7位が減らせられるね。二宮一ノ瀬か、六本木三本松。あー、これはこれはちょっとここだね。何を取る、変化球、あ、フォークにしとく。フォークを7まで持ってこう。で3人、いやー、やっぱなるみのね技術ボーナスも強いよね。まあ、クイックは取らなくていいかな。もうタイピンもただ掴んじゃったんだけどな、悩むな悩むな。ヤシマも倒しちゃってるしね、お疲れでいっか、体力を回復しておこう。でどうする、一応見て、今何人なのそもそも、 1,2,3,4,5,6、 まだ7人いるね。誰か1人多かったね。つくもか、つくもはな、勝たしときたいんだよな。二宮三本松、五十嵐とか、五十嵐はまあ復活がかぶってるからね。これあいつを減らしときたかったな、つくも。どうしようかな、悩みまするねこれは。あ、難しい難しい、ちょっと7位を射程に入れとくか。
もう次サボるしかない。あ、回復してくれる？これ回復してくれたらゲーあ、回復はちょっとした。光の評価がめっちゃ下がったけど、どうするこれ、この体力量。やるか、攻めの気持ちでいこう。下り、ちょっと最初だから少し飛ばしていく。すごい登り、あ、そっか、こいつが来るからか。まあ少し飛ばしていこう。すごい下り、これもちょっと少し飛ばそう。で最後に何が来るか、平地か、思いっきり飛ばそう。おお、ギリギリ入れればいい。4位、 OKOKOK、 全然いいよ。で六本木が倒せる。つくもが減らせられるけどな、ちょっと六本木倒しておこう。急速は怒りがいるんで開けといて問題ないでしょ。2上がって4下がって、この辺はよく分かんない、上にしとこう。逃げ玉、これで復活。復活をねかぶせたいんだよね、1だから。で3人倒して復活かぶせたいってい う野望があるんだけど、いや24、ちょっと回復前が厳しいね。やることがない。ちょ待って、筋力さんなんでこんないっぱいあんの。技術足りなくなりそう。152まで上げとく。てか怒りのイベント全然進んでないけど大丈夫か、筋徳の方が。続けよう、せっかくだし。7位か。まあここの勝ち運はねもう掴んじゃうのはしょうがないんで、3本松菜内がいっぺんに倒せるっていうメリットはあるけど、二宮倒してつくもを減らして、つくもは減らしとくか。やっぱりまあ変化球レベルもね上げられるし。どうする、一ノ瀬倒しちゃってさ、これまあストレートでいいでしょう。他のみんなの打倒ポイント下げる、30も入るんだ。あ、なんか久々にコツを見た気がする。一ノ瀬だね、守君だね。え、でもここは虹谷だね。一ノ瀬を倒して1234人か。雲だな、減らしておきたい気はするな。いやここはつくもが邪魔だな。悩むけど、まあ、ここはやっぱ西谷だね。西谷の PSR はちょっとマジでやばいんで。あ、そっか、ダッツさんまだか。でここはもう太陽でいいでしょう。ああ、そうか。まあ、評価減らしてでも他の経験点もらっておいてもよかったかもしれないけど、一応練習見とこう。よくわかんない。よくわかんないから追求する。いや、97、97とか異常だよね。本当に。立川か、いいね。ルナちゃん。五十嵐つくも。つくもを射程に入れておきたいんだよな。そうするとね、他の人が入ってきちゃうからね、どうしても。まあ、ここはじゃあタッチでいきますか。タッチにして追求して、重い球。来たね。これは分からないでいいや。タイピンはもういらないからね。つくも、倒せるは倒せるのか、19%。ただ、つくもを倒してみんな1、1、1でしょ？あれ、つくも倒せないじゃん。あ、倒せるか。打倒カウントマイナス7。打倒カウントマイナス5。タックが絡んでるからか。タックが絡んでるから倒せそうではある。変化球フォークを上げておいて。じゃ高速スライダーにしよう。ここはちょっとやりたいね。行こう。よし、通った。つくもバイバイ。あと3人。
3人揃うのを待ちましょう。まあ別に1くらいどうってことない。ゲン4上がった。ひどい。でここはもうちょっと無理なんで、ゲイガラシがでも射程には入ってない。全員射程、ゲ7位も射程に入ってない。ちょっと1回デートをして回復させます。ドカーッと。うん、ここの回復ポイントはいいよね。さて2回目が来たね。別の要素で、イガラシを減らせられる。ここやりてーやりてーマジで。三本松を倒すと7位が上がるのか。でそうすると、まあ、金徳プラス1って感じか。どうする、これ美味しいよね。美味しいけど経験点に釣られるか。三本松ってなんだっけ、ハイスピンジャイロか。まあ、確かに金徳としては悪くないね。いやここはちょっと今回はもうマジで3打倒でいこう。4月2人五十嵐タックが絡んでくれると7位は倒せるのか。現状だと7位倒せないからね。ここはちょっとデートを進めておきます。デートを残しておくとちょっと後々ねやっぱり怖いんで。さて俺の殿下の宝刀で攻めよう。フォーク、いやフォークもさ下にやりすぎるとさちょっと低めの効果がなくなってさボールになっちゃうんだよね。そこが下に落ちる変化球のちょっと弱点だと思う。オッケー、教えてもらうと。ここも1回目だよね。立川通常イベントの2回目も終わってないんだよね。2人、いやだから7位を減らしたいんだよ俺としては。ここはもうちょっとデート、回復ポイントはもうないんで、まあ、こういうねちょっと減ってる時にデートしておきましょう。喧嘩でやんす、もういいよ喧嘩してくれてもいいから。怒りが絡んでるからプラス1ってことか。カウントが怒り邪魔だな。風薙くん追求すればマイナス7になるか。一応見よう。うん、まあ、揃ってはないね。じゃあ追求しましょう。あれどういうこと、1,3 ガイア、7位はガイアだよね。少し能力を揃えますか。てか筋力異常だな。スタミナはじゃあ B くらいに持ってく。155で、重い玉とか確か取ったよね。重い玉取って、まあ、脱サももう取っちゃおう。復活は残しておくでしょ。まあ、こんなもんか。あとは溢れさせないように気をつけないとね。まあ、試合はささーっと。おお、点を取ってくれた。別にピッチャーのね打倒カウントとかも必要ないし。さて5月ここら辺からもう焦ってくる。いないいないいないって言って焦る。タックがあるわけではないのでスカットさん評価ちょっと上げとく。うん、なかなかいいのか。まあ、一応試験は受けときましょう。ポイントになるからね。あと問題は後イベの消化率だね。
フォーク7はちょっと扱うのが難しい。かといって高速スライダーは2だからな。なんかちょっと投げるのが怖い。フォークもコントロールがずれると一気になんかボール球になりそうだし、まあ、怒りはねミートが小さいからね。おお、ちょっと怖かった。一回ストレートを高めに見せておくか。そこからのフォーク見送り見送り空振り見送りみたいないやまあ別にいいんだけどさ、イカリ君はそんなんでいいのみたいな。この後イカリ守ると何話したんだろう完全屈辱的だよね。学園祭だからそれどころじゃないのかな。イカリの評価いろんなところで下がってんな。うーん、2人か、風薙か。いやー無理だな、ちょっとなメンタルにしよう。あ、コツをもらっておきましょう。キレ、あとどんくらい残ってる、まあ、まだ5月といえば5月。いや3人はなかなかないな。うーん、2人で妥協する、2人で妥協する。これ7位倒すと誰が上がるの。三本松が上がるね。いや三本松めちゃ上がるな。そうすると、まあ、追求して追求したところでマイナス6とかには6以上にならないのこれ。よくわかんない。ちょっとここら辺から現実的な路線を取って、あー、それか一回ここやろこっちに逃げよう。ダブルタッカー来てたからね。で5月の4週でちょっと残っちゃってたら、考えよう。一応精密機械は取りましたと。うーん、7位が倒せるのか。まあ回復しつつ、ちょっと6月に突入しちゃうんで、いや7位倒そう。全体的には悪くない数字できてるんで、まあ、なかなか難しいよね。やっぱり3打倒はね結構難しい。3本松が上がるのはしょうがない。頼みましょう3本松。おめえかよどうでもいいよ役立たず。でここは追求もありなんだけど、ただちょっと3本松やっぱ射程に入れときたいんで、スタミナ練習しましょう。スタミナ上げとけばよかったな。1しか上がんなかったからよかったか。で、あとはもう2人いない。まあ微妙に体力が減ってるので、ここはデートをしたいんだけど、ちょっとコントロールを上げておきますか。で変化球は高速スライダーを4に上げて、3球種欲しいよね。高速シュートにしよう。でデート、ルナちゃんと。でここはもう無難に努力をしておきましょう。ほい、変幻自在と。どうどうどう、一人。いやこれさ、これやってさ、次にさ、いや待って、もう無理かこれ二人無理か。やはり無理だね。まあ、いっか、復活はかぶっちゃうけど、ちょっとここは3本パス倒そう。で次練習できるかっていうところがすっげえ怪しいよね。いやーこの複数がね無理。もういいよこれで。で36% か。やるしかないよね。だって通過できるかって言われたら分かんないけど、160になったな球速が。いや、やろうやろうやろう。はい、 OK とりあえず全員打倒はできた。無理やりだけど、いやー複数やりたかったねやっぱり。
復活と、まあ、これで復活がだいぶ軽くなったんで、まあ、金徳の数はね少なくなっちゃいましたけれども、まあ、他が結構いいんで切れ取るでしょ、まあ、牽制も取っておくか、安いし。で変幻自在も取っておいて、精密機械も取っておいて、逃げ玉とかも取っておくでしょ。で復活、まあ、復活3であればね、まあまあまあって感じなんで、まあ、こんなもんか。あと消化してないの誰。いやーこれやりたいけど無理、一回寝よう。よし、チュンチュンが来た。 OK、 これが成功してくれればもういいよ。でサクッといきましょう。マインドブレーカー取っとこう。臨床ポイント足りるよね、全然足りるよね。よし、まあ、マインドブレーカーも1でもね、まあ、安いは安いよね。技術をあんまり使わないっていうところが俺は結構好き。まあ、臨床ポイントを使うっていうところはあるんだけど、まあ、技術はねどうしてもいろんなところで必要になってくるんで、それが節約できるのは嬉しいかな、金徳で。だ本当にな、現金とかってね結構技術使うんで、逃げ玉のコツがないとねマジで技術不足になる。田中山くんか。急速せっかく160だから急速安定でもつけるってさ、スタミナ全然減ってねえな復活したからか、復活とかなんか異常だよね。別に俺はそういうのは気になんないけどさ、その現実的じゃない特能とかでも。はい、 OK。 だ風薙くんだね。やっぱり風薙くんのプラゴがいてくれればまた技術もうちょい違ったんだろうけど、まあここは普通に、いや鳴海と立川でもだいぶ技術伸びるんだな。まあいいや、頼むぞ西谷。オッケー、いい顔だ、さすが。これで、あれ待って、まだミスターゼロとか全然進んでなくないか。そういえばやっぱりイベントがきつかったか。ドクター K は取って、あーミスターゼロが全然進んでないね今思ったな。あーやっぱりこの編成は厳しかったな。筋力はもういらないっちゃいらないんだよな。回復しておく。いやまあ追求で回復っていうのもまあありだけどな。球速を160以上上げてもしょうがないんだよね、査定的な話まあいいや、そういうのは気にしない。2回目か、最後に来てくれればいいんだけどな。でここはピンチャンでいきましょう。じゃあちょっとスタミナを上げよう。あ、コンコツって3だったんだ。まだお待たせしました。3本松先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で3本松、この後に控えているのは、きたー、いった。まあ、アバターはねアバターボール持ってるとはいえそこまで打ちづらいキャラではないんで、おいマジでスカイ。セカンド取れなかったか。セカンド誰が出てる。投げた、一つ外したボール、カウントはワンボール、ツーストライク。オッケー。下元、空振り三振。低めの変化球です。ただ割とスタミナを削られてるね。どっかで復活してもらわないと。アウトローに送ってストライク。二宮がね、本当にキャッチャー持ってないっていうところが。次は4球目、投げました。変化球、空振り三振。ピンチを連続さ。おお、あ、こっちか。赤月大付属、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー。あれ、もうすぐ変わってるし。ピッチャーは。これで2アウト。3本待って、よく待ってくんな。打ちました、痛烈、いった、
俺のおかげだぞ3本松ゲッノーアウト1・3塁とか最悪の場面だな。とりあえず復活してくれましたと。今日はセンターフライと三振投げました。高速スライダー見送ってストライク、ワンボールツーストライク、変化球オーケー、三振、低めの変化球です。こいつパワー B やんか。初球を打ちました。掴んだ、クロスパンチアップ。まあ1点はしょうがない。さすがに負けることはないでしょう。初球空振り、いきなり154キロ。だいたいさ、球速160キロのさ、これだけ落ちるフォークをさ、高校生がよく打つよな。こいつ板垣さっきこいつに打たれたんだ。投げました。遊び玉はいらない。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げた、決まってストライク、いきなり155キロ。まだ155キロ投げるのか。もう追い込んでいます。投げた、160キロ、直球160キロ。出川ナイスピッチング。スタミナがまだ残ってるっちゃ残ってるのか。やっぱり復活だね。ストレートに送ってストライク、一球一球に魂を込めて投げ込みます。よーし、あと指発生してくれ、頼む。あ、この後か。2人だけど、ここはちょっと回復しよう。追求、うん、起きなかったね。1個消化できなかったか。てか立川も消化されてないよね、通常イベントが。やはりこの編成は少し重かったね。で、金徳がね、1個しか取れなかったからね。しかも復活っていう被ってる状況、まあ、イベント消化できなかったとしても打倒でね、金徳が確保できれば、まあ、それはそれで結果オーライだったんだけど。ここはね、虹谷だね。追求しよう、次。で、虹谷のだから PSR もね、マジやばいよね。でも甲子園入ってくるとな、打たれるんだよね、ガチで。高速シュート4まで上げて第2変化球も取りたいんだけどね。てかマジでさ、筋力があり余ってんだけど。スタミナ100にしておこう。弾道1上げとく、ちょっと上げとこう。伸びもね、取りたいは取りたいんだけどな。コツ1だからもう1回、まあ、立川あたりで掴みたいんだよね。うん、まあいいや、これで一回いきましょう。お待たせ、関焼きか。赤月大付属、八島は何気にパワー C、 やる気がないけど。第1打席はライアフライに倒れています。打った当たりはフェンス直撃。早いね、やっぱり八島は足が。1点先制、1対0。投げた、スプリット見送ってストライク。第2球投げました。余剰は、まあ、バッティングの能力はそれなりだけど、守備能力がやっぱり高いのかな。あんまり守備能力が見ないからね。誰とホームランいかないのか、やはりちょっと厳しいな。さて、こいつはまああれか、守備型か。ミート E、 パワー D、 ゲーひでー。風投げを守ってんの、どっか。投げました、高め、空振り三振。やべ、やべが出てるんだ。代打で出たのかな。まあ、まずはね、負けないこと、これが大前提ですよ。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ダイレクトだ。点は取れるときに取る。初活、松野くん誰やねん。初球持ってんな。初球を叩きました。全然ダメだ。何者だ松野くんって。そうそうとか異常だよな、本当に。しかしやらせはせん、やらせはせんぞ。ここはもうゾーンを広く使って、
宗神って何のキャラ、曹操のなんか血縁的な人なのかな、これ歴史は全然わかんないからね。歴史はワンダーの方が得意です。諸葛はね、さすがなんで諸葛ミとエアンのこいつパワーはないけど、ミートが A だろうと関係ない。これは落としてボールにする。低めフォークは外れてもカウント2ボール2ストライクです。これ取れるでしょう松野くんよくわかんない松野くん。そうだよね、虹谷とさ碇守がいるからさ筋力がどんどん増えていくんだよね。ちょスリータックとかになってたら変化球が欲しいんだよな俺俺今変化球欲しいっす。技術も欲しい。ちなみにそう、まあ、だからねさっきのは虹谷をやった方が良かったんだけど、ちょっとね技術が欲しいんすよ。で高速シュート4になりましたね。あとは第2変化球取って筋力が溢れてんね。筋力さばくのにもやっぱりね技術が必要になるからね。もうスタミナには触れないんで、だ伸びとか取ろうとしてもね結局技術が必要になるんですよね。いきなりかい宝塚。宝塚も能力的にはな、まあ、強いからね。危ない、ああいうのがポテンってなるとかなり危険。よし OK。 やっぱフォークだね。大金持ちも能力的にはね、ほらよし取れる、悪くはないから。ノーアウトってだからさ、ゲッマジかよこれは。ちょっと、あ、何揺さぶりかいきなりやめだしたなバント。完全に揺さぶられた俺の精神が今。しかしそこは心をへし折るピッチング。 OKOK、 え、そうかまだワンアウトだったんだ。まあ、併殺失敗はしょうがない。ここで俺がね抑えればねなんてことはない。でこのピッチャーからどんだけ打ってんだよこいつらマジで。スーパー高校生ばっかりだな。まあ、そりゃねみんな能力高いよプロと比べれば。ケツ OK。 4本打たれてんのか。こっから反撃開始。走ってくれたな矢島、無駄にはしない。ツーアウトだからね全然無駄になったわなんかノーアウト1、2塁ってさ、ゲッ頼む。オッケー、危ねえ。7位って肩どうなの。レフトにいるけど、レフトにいるってことは多分そんなにってことなんだろうね。肩いい人って、まあ、ライトとかセンターのイメージがあるんで。おペアか。まあ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 、打たれるとねスタミナ減るんで。ストレートは外れてもカウント1ボール2ストライク。次が5球目。何気にスタミナ消耗してるよね。だからまだ4回だけど6本か。こっち1本しか打ってねえじゃん。ゲッ、点入れてくれた。だからさこのノーアウトランナー1、3塁とか、あ、怖い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 、本当に怖いわ。1つ外してボールカウント1ボール2ストライク。第5球投げました。精密機械よ。バッターは9番カジタ。第9投げました。初球に送ってストライク。まずは決めてきました。外角高め直球は外れてもカウントはボール1ストライク。1球フォーク落とす。振ってくれ。知らない。もうわずかながら外れています。もういいね。2者連続三振でピンチをしのぎます。さすがに160キロはね。ボール見送ってストライク。投げた、見送ってストライク。出がまずは簡単に追い込んでいますこいつはもうみんなやる気ねえな。すげえ出番が回ってきてるから、ね、ナイスだろポンギー。あぶねえ、助けられた。こいつらはもうマジでさ、きゃ怖い。とにかくねバットに当てられるのが怖いんだよね。ポテンっていうかえってなるから。そうラッキーボーイじゃねえかよこいつ。関係あるかどうか知らないけど、ゲー取れなかったのか。内側にスライダーを切り込ませる。
そこから外のアウトロー、よし、アウト、スリーアウトチェンジ。八島くん、あんまりパッティングとしては全くなかったな。しかし容赦はしない。点は取れるときに取る。投球これから2球目、シンダーは空振り、養生。第3球を投げました。打った、ダメだ。ライトへの浅いフライになった。掴んで、お、また待ってきた。スクも、スクもは開いていこう。ゲッ取ってこれで3アウト。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは岩井。もう岩井くんは多分もう完全に心へし折られたな。投げました、打ちました、取れる。おお、いいね。いい仕事したよ二宮今のは。投げました、決まった、ストライク。まずは受けてきました、投げました、2球目ストライク。簡単に2ストライク追い込んだ。超際どいところに投げる。ダメか。外角高め、カウント1ボール2ストライク。打った、ファウルボール。粘るね、ソガ。アウトコース低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。パワーは B あるのか。いきなり152キロ投げた、落ちる球空振り。一球一球に魂を込めて投げ込む。これで終わりだ。カウント上はフレッ、振らない。フォークを入るか入らないかのところで、よし、やっぱフォークだな。OK、 なんだかんだで抑えたよ。苦労したけどさ。で最後やるか。11%、6%、こっち。いや通したな、無理やり結構通したね今回。ゲッ、コントロールとか。そういやまだあれだった。もういいよ、ここはちょっとちゃっかりチャンスでいきます。もう疲れてしまった俺は。せっかくだからコントロールもエースにしておきましょう。え、マジでどうする。球速とか、ちょっと待ってよ、球速って何なのこれ。伸び取ろう、伸びを取ります。であとはなるべく、なんていうの、技術を使わないで。全開ってあるんだっけ。全開ない。全開は精神とね筋力を使うんだけど、まだサクスペには実装されてない。速球対抗心なんてさ、いるか。現実的な話。手応え、ちょっと待ってね。まず変化球で、まあ、なるべく筋力使いたいからツーシームにしよう。で一旦置いとこう、やっぱ技術が不足してんな。あと千丸引けたっていうのがでかいよね。ミスターゼロを失ってるけど、お待たせ。そして金徳はかぶってるけど、てか2点入れられてるし。赤月大付属、ここはなんとか追いつきたい。キバか、そういえば。初球を打ちました、ヒットになります。赤月大付属1点。ツーアウトランナー1塁2塁という場面でつくも、最初のバッターボックスはセカ、初球いいね。キバはね、ミートの方が打ちやすい。やっぱり爆速ストレートは結構球が重いんで、こうポテンってなるんですよね。俺弾道2だよ。完全に外れた。だからないって感じだけど。第2球投げた、打ちました。これはさすがにパワー不足か。で風投げとかになってくると、ミートを開いてもね全然 OK。 ミートじゃねえや、強振にしても全然 OK。 ダメだった。7位もいける、やる気はないけど。抑え込まれたな。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で六本木、第2球投げました、危ない球。第3球を速ストレートが当たったら痛そうだな。打った、センターへ飛んだ、ヒット。六本木、お、八島が出てきた。誰と変わったんだ。あ、俺じゃねえかよ。ひでえ。悲しい、6回で降板か。ほら、こういう風にね超えるんですよ、球が重いから。投げました、ボール、バッターよく見ました。センターフライもね、インコース引っ張った、なんか前にポテンって落ちやすい。俺はそんなイメージ。ゲッ、しまった。いや今のあれだったな、ヒットエンドランの動きをしてたから。第9投げた、いや風投げでもあれか、持っていけないか。
赤月大付属変わってるチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で六本木投げた。お、入れてくる。カーブが結構曲がるね。4か444 152のコントロール B。 高めボール球取ってこれで3。今のはボール球。虹谷 CC 走力速そうだ。こいつそんなキャラだった。なんでこんな足速いの。女の子追いかけてるから。リアルに女の子を追いかけてるんだろうな。ストレートはもうカウンター3ボール。第4球は無理か。取りました。これです。よし、まあまあまあ最後のね甲子園経験点をもらえればそれでいいでしょう。だからここでね前に後4にするんだったらまあパピオン入れてもっていう話だけどね。ただやっぱりね普通に練習校カップ20とか強いんだよね。これも先発ルナちゃん。そうか、尻上がりもくれんのか。まあ、先発だから尻上がりもどこ。経験点は9800いったね。経験点もいくね。やっぱり1万近いからね。ということは、まずは手応えを取ろう。俺は手応えは好き。内角も変化球ポイント使うのか。あ、尻上がりは、まあ、せっかくだから取るでしょ。でなるべく技術は使いたくない。いやそうも言ってらんないか。じゃあ速球対抗心取るしかないよね。火消しはいらなすぎるな。さすがに先制ストライク33バント封じ。球速安定取っとこう。ちょっと待って、変化球って上げられる。シュートが上げられるか。ギリギリ200余ってるからね。ちょっとシュート上げとこう。え、シュートしか上げられない。高速スライダーはちょっと高いのか。じゃあこれ マジで筋力余ってんな。回復も意外にな。技術使うからな。根性系を1個取っとく。緊急登板安全圏先制ストライク。じゃあもうあれだ、球速上げてこう。あんまり査定には響かないけどしょうがない。で、あと取れるやつないからパワー20にはいけそう。ちょっと待って、野手の特殊能力なんか取ろう。怪我しにくさとか取ってあるんだ。逆境ブロックとか気分屋とかマジでいらない。一発逆転、一発逆転だ。意味不明だけど、ただ経験点を無駄にしないってそれだけ。はい、 OK、 これでいきましょう。S 級っすね。まあだからね、もうちょっとこう経験点のバランスとミスターゼロだね、あれば先発 SS が、いけたかもしれないんですけれども、まあとりあえず、まあ、S 級まで行くことができたので、ちょっとね、まあ、今回は複数打倒ができなかったところが痛かったかなというところですね。もう能力的にはもう全然悪くないんで、こいつは、まあ、普通に先発に入っていきますということで、まあ、もうちょっとね何回か天才の入部届を燃やして、まあ、できれば先発 SS を作っていきたいなと思いますので、まあ、できたらまたなんかツイッターとかであげます、ということで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。